はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、コーヒー動画というよりは、趣味人お助け動画です僕ね、このお家、こうやって棚を作って、貼り付けて、スパリも引っ張っていろいろやって、コーヒー器具をね、こうやっておしゃれに飾ってはいるんですけれども、こいつらどうやって掃除するのってよく聞かれるんですよ。まあ、前の家からなんですけど、こうやって趣味物かっこよくね、こうディスプレイして、でも埃たまるじゃんと、こんなに数置いてどうやって掃除すんのお前と一つ一つどかすのってよく言われるんですけれども、ね、どかしてないんですよこれね。実は僕これ使っておりまして、はい、こちら、なんだかわかりますか？これコーヒー用のタンブラーじゃないですよこれね、はい、下からね空気が出るようになってます。こう出ます。エアダスターってやつですね。ここにある、ね、スイッチを長押しするとあの結構な勢いで、ね、風が出るんですよ。ここが吸気口で、こっちが排気口、こう行くわけですね。で、ここにスイッチがあって、こっち側に、USB の端子があります。これで充電をします。超シンプルデザイン。一応使い方によっては、こっちを、まあ要は掃除機代わりにすることもできるそうなんですけど、こっちのね性能は弱いらしいです。なんかおまけ程度で、まあ、メインの機能としてはエアダスター。一応ねこうやって開けると中にフィルターは入ってはいるんだけど、掃除機として使ったことは僕はないです。まあ、つまりねこういうことよ。僕もね正直、最初、こういうのを始めた時に、前の家でねエアダスターってものを最初知って、エアダスター結局ぶっ飛ばすんでしょ、飛ぶんじゃないって僕もね思ったんですよ。正直ちょっとね、と思ってたんですよ。でも実際、毎日ちゃんと欠かさずちゃんとやればホコリってね、もうそもそもがねないのよ。 2,3 日やると微妙に熱くかなってくらいで、毎日風通しをしてあげればホコリってほぼほぼ多分たまんないと思うんですね。一回エアダスターイコールホコリを飛ばすっていう固定概念を捨ててください。一回でいいんで。で、一回やってみてください。多分ね、わかるはずだから。これ自体そんな高いもんでもないしね、まあ、試しのつもりでぜひぜひやってみてほしいんですよ。で、毎日ね、床もちゃんと掃除して、まあ、最悪毎日じゃなくても床とかはまあね、週1とかでもいいですよ。とりあえず上に溜まる分、この大事な、ね、趣味物を飾ってある棚だけは、毎日ほんの1分とか2分ですよ。なんだったらテレビ見ながらとか、パソコン立ち上げるまでの時間とか、まあ、歯磨きながらでもいいです。寝起きの、ね、悪い人はもうとりあえずこれやりながら目覚まそうとかでもいいですよ。とにかく習慣化して、毎日ねちゃんと風通しをしてあげるってことが大事です。ただ本当に何度も言いますけれども、呼吸器系の疾患ですとか、あとは重度の動物アレルギーですね。例えば犬とか猫の、タンパク質っていうのがこう空気中に舞うのが、アレルギーの元になるので、そういったものに重篤なこう症状を、引き起こす方は、避けた方がいいです。でも基本的に風を通しているだけと思っていただいた方がいいと思います。この動画で、ね、僕が言ってることを一番やっぱ理解するの難しいのが、その、固定観念を崩すってことだと思うんですけれども、例えばまあそうですね、あ、家具とかってさ、よく動かすじゃないですか。椅子を動かす、ストーブを動かす、布団を敷く、カーテンを開ける、並べてあった服を持ち上げる、部屋干しの洗濯物を取り込む、そういったことでも本当に少しの半日とか1日でたまるって言わないけど、まあそういったほこりにもまあなってないようなもの、細かい繊維とかはやっぱ待ってるわけですよ。そのくらいのレベルにある状態を保とうっていう話ですね。まあ、なんか怪しい通販みたいな、なんか宣伝になってきたけどさ本当にねこれ一回やってみてほしいんですよ。まあ、いくつかねエアダスター系を探したりしたんだけど、こいつすごく空気の出がいいし、だからといってこうドリッパーとか吹っ飛ぶわけでもないし、ちょうどいいね風の強さなんですよ。多分フィギュアとかでも、まあよっぽど軽きゃ なければ、まあ遠ざければ大丈夫だと思う。やっぱりね、こういう大事な細かい趣味物って、掃除がめっちゃ大変なんですよ。僕も最初の頃は一つ一つさ、こうティッシュとかキッチンペーパーとか濡らして拭いたりしてたんだけど、やっぱり1週間とかね1ヶ月とか放っておいて、で溜まったほこりをこう拭こうとすると、ちょっとへこみに溜まっちゃったりとかさ、あーなんか嫌だなとか思っちゃったりとか、結構ねイライラしてたんですよ
だけどね、本当にあこれでよかったんだって、まあ、そう解決したんですね。まあ、こうやって大事なグッズをね、本当に綺麗に、かっこよく飾り続けるためにも、ぜひぜひあのおすすめなんで、もしよろしければこちらのヤダスタ、ぜひぜひ検討してみてください。綺麗な趣味部屋をお約束します。あ、まあ、ただ、本当にこういうのって気持ちもやっぱり大事だと思うんで、どうしてもあの飛ばすのが嫌だっていう気持ちだけでも嫌だっていう方は、あの拒否反応がある方はあの無理して塗ることはないと思います。今まで試したものでいうと、例えばそうですね、まあ、クイックルワイパーとか、なんかホームセンターで買ってきたね、よくわからん、なんか猫の尻尾がすごい膨らんだみたいな、ほわほわのゴージャスクイックルワイパーみたいなやつとかもやってみたんですけど、まあ最終的にこれに落ち着きました。僕は気になった方はチェックしてみてください。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。